あっちゃんです。今日のあっちゃんの、プラモデル紹介、これはね廃盤じゃないねん。実はこれね、メーカー名が変わって再販されてんだけども、これアリモ系の、アリプラスティックモデルズさんの、32分の1オーナークラブ松田 K360、ケサブローって呼ばれてるんだけどね、昭和33年の松田の、オート三輪ケサブロー K360、これの紹介したいと思います。はい、ということで K360 ケサブロー開けてみましょう。パッカン、これちょっとね、ちょっと汚れてるね箱ね。これね、32分の1オーナークラブっていうのね、これね、あの社名が変わってね、アリーモデルからね、今ね、マイクロソフトちゃうわ、マイクロソフトちゃうがな、マイクロエースっていう名前に変わってね、マイクロエースって言ったら今、鉄道模型 N ゲージをね、すごい力入れてる、やけどもね、そこからね、そこの名前で販売されてんねんけども、K360 ちょっと出してみたいと思います。これね、アリーっていう模型屋さんやったよ、昔。で、ここがね、この32分の1オーナークラブっていうシリーズで出してて、これ結構あっちゃん好きでよく集めてたのよ。で、32分の1って言ったらスロットカーがね、乗るから、それもあってね、32分の1って開けててね、スロットカーっていうのは真ん中の溝のところで集電してね、電気を集めて、それをモーターに流して走っとってるけども、これオート三輪っていうのは真ん中のタイヤが溝側に落ちちゃうんでね、うまく走らせることができへんので、使えへんかって。でもあっちゃんこの32分の1シリーズ結構好きでね、32分の1っていうのはね、こうね、買ったりもしてたのよ。でその中でこのね K360 結構ね、ダイハツのミゼットと二分して、このオート三輪っていうのはね、マツダの K360 とダイハツのミゼットっていうのがあってね、あちゃんどっちも好きやね、可愛いのよこの三輪っていうの、見た目がね。で、ミゼットもこのモデル出てんねんけどもね、ミゼットもね欲しいなと思って買った、昔買って作ったことはあんねんけどもね、この K360 っていうのも買ってね、在庫してあったの。これはねアリーモデルさんのやねんけどもね、今はそのマイクロエースになってるんやけど、このアリーモデルさんがねこれを作りたいなと思って、でちょっとこれね説明書やと思ったら注意書き、12歳以下の方が組み立てるときは保護者も呼んでくださいっていうね説明書き。昔の頃にこういう帯がついてるのが懐かしい。で、これちょっと開けてみましょうか。貴重なね、絶版ではないんだけどね、再販が出てて、メーカーが変わってね、マイクレースから出てて、ね、値段も、定価も上がってるんだよね。これ昔はね、値段安かったよね、これ。書いてないわ。480円で買ってんけどね。K360 開けましたっていうことでね、出しましょう。いやー、もうこの貴重なモデルを平気で出すというね、馬鹿げてるね。これね、32分の1オーナークラブ各600円やね、定価がね。今ねこれ1000円ぐらいするんよ、値段上がってんねんけどね。これね、1番モデルからいこう、Z、 いや Z ちゃう、 Z よね、フィアレディ、日産フィアレディ2000、ハードトップのフィアレディ2000で、2番、ホンダ Z 水中メガネね、 Z で、 S600、 スバル360、N360 ホンダで、トヨペットクラウンでね、前期型のミゼット、バーハンドルって言ってバイクのハンドルみたいな、こんなハンドルがついた、今でいうトゥクトゥクのモデル、ベースモデルやけど、それの、ダイハツミゼットの前期で、マツダのキャロルに、で、Z の、Z じゃない、フェアレディ2000のソフトトップ、ハードトップとソフトトップが出てね、結構マニアックやのよ、シュワシュワ。で、これがね、ホンダのね、Z の GT。この方の、これ GSS やねんけど、GT。要は、グレード違いも出てんねんね。で、ミゼットの、これがね、さっき話してたね、ダイハツミゼット。この、これと二分してたね、この、ケサブローと人気二分してたね、人気というかね、まあ実用的なトラックやねんね。
そういうのミゼットダイハツ版で、トヨタのヨタ8、トヨタ S800 で、ボークスワーゲン、ビートル、50年型のビートル、結構フルビートルね。で、ベレット、ベレット GTR。で、マツダの R360 クーペ。で、これトヨタパプリカ。で、これがね、これ、このです。K360。で、これもね、マツダの T2000 って言ってね、2000cc の、2000cc かな。なんか、でかいトラックね。の三輪のトラック。丸っこくて、モコンとして丸ライトって可愛いんよ、この子ね。この子ってこのマツダの T2000 ね。でこれとまたね、二分してるのがダイハツから出てた、ダイハツの CO8 っていうのかな、ダイハツの、三輪ね、ダイハツオート三輪、マツダの T2000 オート三輪、これカクカクしてるの顔が、これ丸っこくってね、こっちの方が可愛くってね、あちゃんこれ好きやったよ、こっちの方がね。でと、日産スカイライン、これは何やろね、 B 型ってやつよね。これも B 型やね。スカイラインプリンス、日産スカイラインプリンススカイライン、ね。これ何書いたら、年式がね、これ63年、これ65年。この後ね、63年から65年の間に日産とプリンスが合併したんよ。だから日産プリンスって言われてたんやけど、このプリンスやったんやね、スカイラインはね。はい。それと、ホンダの T360。これホンダのね、4気筒でね、4キャブのね、バイクのエンジンみたいなのが乗った軽トラで、これ速かったらしいんだけど、すっごい調子が悪くてトラブルが出たらしいのよ。それとポルシェのね、これね、ナローポルシェって言って、幅狭の911。昔々のポルシェね。で、ダイハツミラのね、ウォークスルー版。で、日野コンテッサーのね、日野のコンテッサー1300クーペですね。こんだけが初期のラインナップで、もっとこれ増えてんね、今。R32、R33 とかね、FD とかね、セルシオとかも増えてんねんけど、スープラのね、前の方のスープラとかも増えてんねんけど、あとね、三菱の GTO とか、いろんなね、車種増えてるんよね。だからこれをこの後もあんねんけども、この後はこの時まだなかったというね。で、これの裏がね、説明書やねんけども、ものすごい簡単。こんな説明書。1枚もどこか1,2,3,4,5,6,7で終わりってやつね。こんな説明書やねんけども、でね、説明書もコピーかなんかすごいにじんでんねんけどもね、まあこういうね、あの模型です。これ説明書になってる模型だけど、ボディがね、もう一回見ても可愛いでしょ。これまたね、スケールが面白い。これ32分の1スケールやねんけども、32分の1スケールってことはね、最近あっちゃんがハマって作ってるラクプラ、ラクプラの GTR、 これ箱スカやねんけど、箱スカやったら他のプラモデルちっちゃいんよ。それと比べてもこんなちっちゃいね。かわいいでしょ。これ同スケールです。で、同スケールが何かやったら何かこのタイヤみたいな感じだけど、これ GTR タイヤはでかいんやけど、 GTR、 あっち持ってかったな、トヨに持ってたかったな。幅がすごい狭いんやけどね、これは箱スカはタイヤ広いんやけど、ちっちゃいタイヤやけどね、これ同じスケールやのね。こんな可愛いの K360 っていうのはね、うん、でこれがボディで、タイヤはね、なんでか知らんけどオート三輪やのに四輪ついてくるというね、スペアタイヤがついてくるというね。多分これね、金型で抜いた時に三輪じゃなく四輪よ、みんなこれ共通のやと思うんだけど、それのタイヤが入ってるんやと思うね。でね、透明パーツがね、透明パーツが濁りもなくね、バリがすごいけどね、綺麗に保存されてます。保存状況いいね、本当に。あっちゃんのプラモデル結構ね、保存状況がいいのよ。で、これがね、パーツ、この車体パーツ、このね、こんな感じに組み合わせられる。ホイール3つついてるね、三輪ね。で、あとまあいろんなパーツがついてて、これフロントフォークやね。シートもこんなシート、薄っぺらいシートがねついてて、一応ね、サイドブレーキとかワイパーとかレバーとか、ちゃんとね、中の再現されるものはちゃんと入ってます。まあ、パーツ点数自体少ないよね。で、ステッカーがね、山盛商店、駄菓子の卸問屋山盛商店って書いてあんねんけどね、
このステッカーデカール覚えとってね、山盛商店のデカール入ってんねんけど、刻印は岩谷商店やねん。おい岩これ多分初期この岩谷商店やったんかな。デカールがね岩谷商店で買ったね、 山盛商店になってんねん。で文字黒やしね、まあ、いい加減すぎるよ。自家用のステッカーはついてくるんやね。でここに K360 って書いてあって、ここに松田って書いてあるんだけどね、それはねここに デカールで再現されてます。でナンバーは K360 って町走られへんナンバーがついてるのね。でこの丸17って何やねんって感じだけどね、17は何なんでしょうかね。まあこんな感じでデカールが入ってきてるんで、あんまり使い道ないかもわからないデカールって。一応ね、このパーツは直しておきます。傷つけると嫌なんでね。かわいいねー。これね、直して、一袋にね、収まってたんで。K360、ケサブロって言われてるね。松田のオート三輪。オート三輪ですよね。軽三輪って言うんか、なんか忘らん、わからん、なんか要はね三輪のね、あこに書いてあるね、ちょっと読むか。1/32オーナークラブ、オーナーズクラブ。自動車メーカーマツダの歴史は昭和初期にまで遡る。もともと東洋コルク工業という社名で、自動車とは縁遠い存在であった。その後東洋工業と改名し、削岩機を製作していた。昭和6年になって三輪トラックの生産を開始し、現在のマツダにつながっていく。その創業期には多くの三輪トラックを生産し、実績を重ねていった。このマツダ K360 は小型の三輪トラックで、昭和33年に発売され、ダイハツミゼットとも並ぶ軽トラックとして活躍したっていうことなんですね。うちお父ちゃん昔これのケサブロ乗っとったらしいんだけどね、あっちゃんが生まれる前にね、なんかね、仕事場からね、仕事場ってうちの工場からね、ちょっと離れたってね、乗って帰って、で、なんか、タバコをね、落としちゃったらしくてね、シートが燃えてね、燃えたからね、川にドブンって捨てたらしいね、捨てたし、川にジャブンってして、火を消したらしいよね。で、川にジャブンってしたから、エンジンが壊れちゃってね、使い物にならへんかって、廃車になったというね、そうでもせえへんかったらね、エンジンじゃないよ、シートで、ダブンって、車口掘ったんじゃないね。で、なんかね、エンジン、ちゃうわ、車と掘ったりなんか、なんかそんなんで、なんかね、エンジンが壊れたって聞いた。で、もうないねんって言って、昔これ乗っとってんっていう話をよく聞いたんよ。昔の昭和の頃はね、そんな話がよかったね。なんか危なかったって言ってたけどね、そういう逸話をよく聞かされておりました。はい、っていうことね。K300、あっちゃんもここ好きやねんけどね、これあっちゃんがもう車の免許取ってこれ欲しいなと思った頃にはもうとんでもなくプレミアついてね、ダイハツミゼットよりも少なかったしね、珍しい車やったんや。これね、実車欲しかった、残しといて欲しかったなって思うあっちゃんです。はい、はい、ってことで今日はね、またまた貴重な、プラモデル、貴重かどうかわからない、これは多分ね、もうアリーじゃなくマイクロエースから再販されてるんで、今も市販してます。だからそんなに貴重ではないねんけどもね、あっちゃんの秘蔵コレクションの中から引っ張り出してきたプラモデルの紹介、よかったよと思ってくれたら高評価、応援コメント、チャンネル登録してこれから見てくれたら嬉しいです。またね、秘蔵コレクション上にあるんでね、いっぱい引っ張り出してきて動画撮っていきたいと思います。またね、あっちゃんの秘蔵コレクション紹介していきます。お待ちください。ではまたね、バイバイ。もっともっと貴重でね、なかなかお目にかかれへん模型もあるんで、いつか紹介していくと思います。その時は楽しみに。またね、バイバイ。